ふるさと納税の新たな形旅先納税が奄美群島の12の市町村で始まりました。旅行先で寄付をすると商品券がもらえる仕組みで、奄美群島の観光業の活性化が期待されます。今日から奄美市や徳之島町など奄美群島の12の市町村で始まったのは、ふるさと納税の新たな形旅先納税です。 旅先納税はオンラインのギフトサービスを提供する会社ギフティーが作ったもので日本航空などと連携し全国65の自治体で導入されています旅行先でいずれかの自治体に寄付をすると返礼品としてどの地域でも使うことのできる電子商品券がもらえる仕組みですもらえる商品券は寄付額の3割例えば 5万円を寄付すると1万5千円分の商品券がもらえます商品券は12の市町村の飲食店やホテルなど152カ所の加盟店で使うことができますただし12市町村に住んでいる人は対象外です手続きはスマートフォンで簡単にできて商品券は旅先ですぐに使うことができるので地域経済の活性化にも期待が高まります 従来型のふるさと納税では十分にあの恩恵を受けられなかった、いわゆるその観光業とか、えー、飲食業ですね、そういうところがターゲットになることで、地域の事業にです、ね、あの経済効果をもたらすことが見込まれるというふうに思っております。 まあ、奄美群島の十二市町村がまとまって取り組むということで、大変あの期待をしております。加盟点もですね、これからさらに広がることで、この群島内の周遊、あるいは県外からのですね、有機の促進に寄与をしていただければというふうに思っております。 旅先納税の導入は九州では初めてだということです。